こんにちは、えのき商店です。今日はお酒の基礎講座ブランデー編 VSOP や XO の等級の違いについてご紹介したいと思います。ですね、ブランデー買うときにですね、このこれクセモノクセモノ VSOP とか XO とかあって、もうどれ買っていいか分かんないという方いらっしゃるかと思います。かくいう私もそうでした。ですね、今回ちょっといっぱい規定があって難しい、ややこしい設定規定があるんですけれども、分かりやすいようにお伝えしていこうと思います。はい、では参りましょう。まずですね、このブランデーの XO とか VSOP の規格なんですけれども、これはですね、コニャックとかアルマニャックぐらいにしかついてないですね。あとカルバドスだとかにもついてることがあるんですけれども、それ以外はね、ちょっとついてなかったり、コニャックエリアの等級の規格とまたちょっと違う年数が設定されてたりしますのでね、コニャックの参考として聞いていただければと思います。はい、ではですね、ちょっとね、例によって店頭にあるのが等級がこの2本なんですよ。本当はもっといっぱいあるんですけどね、若いものからいきます。エアではいきます。エアブランデー、まずですね、一番若いのが3スターになります。3スターがですね、熟成年数3年以上のものになります。で、それと大体同じような感じの年数で、こちらに VS というのがあります。 VS がですね、一応3年以上の規定はあるんですけれども、平均的に4年から7年ぐらいの熟成のものが多いです。はい、で3スター VS ときました。はい、では続いてこちら VSOP ですね。よく聞きます。 VSOP がですね、平均年数が7年から10年になります。出荷年数としてはね、熟成5年目から出荷できるんですけれども、だいたいね、7年から10年のものが出回ってるそうです。まあ思うとしたら、この辺ぐらいからですね、美味しいなという感じが、熟成されてるなという感じが感じられるようになってきます。はい、では続いてこちら、ここね、本当はもう一本ランク等級あるんですけれども、ないのでエアブランデーでいきます。こちら間にあるのがナポレオンになります。ナポレオンがですね、平均年数だいたい熟成年数12年から15年ぐらいになっております。で、続いてこちら XO ですね。 XO が平均年数20年から25年なんですけれども、ちょっと前までね、この4月から変わったみたいなので、本当に去年とかはぐらいまではね、このナポレオンと XO のね、出荷年数、熟成年数7年目から出していいという規定があったので、同じような感じでは一応ね、企画上はあったんですけれども、今年の4月1日からですね、この XO は熟成年数11年以上のもので出してくださいということでね、ちょっとやっぱり XO の方が熟成年数しっかりしてくるようになってきました。はい、で、さらにもう一つ上が等級があってね、ここエアブランデーなんですけれども、オールダージュという等級があります。もうこのクラスになるとね、本当にちょっと見かけないなという感じになります。で、またね、別の名称がついてたりして、なんか個人的には分かりにくいなという感じがあるんですけれども、なんか聞くところによると、ルイ13世っていうすっごいね、高くて古いブランデー使ってるものがあるんですけれども、100年前の使ってたりとかいう話も聞きます。マジでみたいな。すごいね。ということで、まあちょっと雑談が、話がそれましたが、ということでね、もう一度おさらいいたします。若い順に3スター VS VSOP ナポレオン XO オールダージュということになります。惜しいのは VSOP から、間違いないのは XO とかナポレオンということになります。ご参考になればと思います。ご視聴ありがとうございました。